はい。産福祉士、資格合格チャンネルの講師のつーちゃんです。この動画では、社会福祉士や福祉住環境コーディネーター、そして公認心理士などの福祉系、心理系の国家資格を見るだけ、聞くだけ、聞き流しで合格レベルにする動画となっております。えー、ぜひ、皆さん見て、聞いて、学んでください。それでは行きましょう。はい。産福祉士、資格合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。 社会福祉士試験直前特集追い込み対策の8回目となります。今日はですね、福祉事業所の管理運営についてやっていきたいと思います。試験直前特集追い込み対策の8です。福祉事業所の管理運営について。1番です。顧客のニーズに合致したサービスを提供し、品質や価値を確保するための管理取り組みを何というでしょうか サービスマネジメントと言います。2番です。顧客の指示を獲得し、市場を拡大するための取り組みを何と言うでしょうか。マーケティングですね。では、社会福祉法人などの事業者の提供するサービスの質を、当事者以外の公正中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価することを、 何と言うでしょうか福祉サービス第三者評価と言います。えー、これちょっとですね、重要ですね。覚えておいてくださいね。福祉サービス第三者評価です。3番です。施設の運営状況などについて、法令が定める最低基準を満たしているかについて、定期的に所轄庁が確認するものを何と言うでしょうか行政監査。 ですね。えー、だいたい3年に1回ですかね。えー、どの事業所も、えー、行政監査というものがありますね。では、事業者の経営理念、基本方針、職員の育成、地域交流などの具体的なサービスについて評価するものを何と言うでしょうか。福祉サービス第三者評価ですね。先ほども出ましたが、えー、経営理念や基本方針や職員の育成、 地域交流など、そういったですね、サービスについての評価をすることも、福祉サービス第三者評価と言いますね。4番です。医療サービスの質を評価するための枠組みとして、ドナベディアンが提唱した何があるでしょうかドナベディアンモデルというものがあります。では、このドナベディアンモデルの3つの要素を答えましょう。 構造ですね、ストラクチャーですが、物的資源、人的資源、組織的資源のことですね。それと、家庭ですね、プロセスですが、予防活動、医療行為、リハビリテーション。そして三つ目が、結果ですね、アウトカムと言いまして、 医療やリハビリテーションの結果としての患者の健康状態ですね、えー。ドナベリアンモデル。これね、あの、医療サービスの質を評価するための枠組みとして有名ですが、えー、そのモデルのね、えー、と、中の3つの要素。構造、過程、結果というのも、ちょっと頭に入れといてください。5番です。社会福祉法に基づき、福祉サービス利用者の苦情解決や、 利用者の権利擁護を目的として設置されているのは何でしょうか運営適正化委員会ですね。ではこの運営適正化委員会はどこに置かれているでしょうか都道府県社会福祉協議会ですね。これ基本中の基本なんでね、覚えておいてくださいね。えー、苦情解決や権利擁護を目的として、えー、置かれているのは運営適正化委員会で、それは 都道府県社会福祉協議会に置かれているです。6番です。リスクを予見予測し、効果的、効率的に予防策を講じたり、問題などが発生した後の被害を最小限に食い止める危機管理を何と言うでしょうか。リスクマネジメント。 ですね。えー、これかなりね、有名ですよね。まあ、ヒアリハットであったり、まあ、そういった、えー、施設や事業所で起こるですね、えー、危険なことなどを事前にですね、予測したり、まあ、の、起こった後の被害を最小限に食い止める危機管理、それをリスクマネジメントと言います。では、重大事故が発生した際には、その前に29の警備な事故があり、 その前には300のヒアリハットが潜んでいるという法則を何と言うでしょうかハインリッヒの法則ですね。これも有名です。ハインリッヒという方がですね、えー、まあ言った法則なんですけれども、まあ、ここにある、書いてある通りですね。えー、重大事故が発生した際には、その前に29の軽微な事故があり、その前には300のヒアリハットが潜んでいるという法則のことです。7番です。 職員の職務についての実績や能力を一定の方式に従って評価する制度を何というでしょうか人事効果と言います。では、ある職務や役割において効,率効果的もしくは優れた業績を発揮する行動特性を言い、近年評価基準に取り入れられていることが多くなっているものは何でしょうか コンピテンシーと言います。これ最近ですね、よくこう、まあ、あの、聞かれる言葉ですね。コンピテンシーです、ね。覚えておいてくださいね。8番です。上司だけでなく、同僚や先輩、後輩、顧客などの複数の関係者の視点で評価するもので、近年人事効果を補う目的で注目されているものは何でしょうか ?360 度評価。 と言います。多面評価制度とも言いますね。では、幅,幅広い能力の開発や、事項の適正の発見ができるように、様々な分野の業務を経験させる人材育成を念頭に置いた計画的な人事異動を何と言うでしょうか。ジョブローテーションと言います。9番です。 人事効果で主に留意すべき点ということでですね、いくつかありますので、表にしております。えー、まあ人事効果でですね、あのー、ま、一方的なこう考えに偏らないようにというようなことですね。主に留意すべき点、上からいきますね。寛大化傾向というもの。甘い評価をしてしまう傾向のことですね。えー、次に、中心化傾向です。大部分について、普通や平均的と評価し、 優劣の差をつけることを避ける傾向のこと。えー、次に、厳格化傾向です。評価が一般に基準以上に厳しくなる傾向のことです。ハロー効果、えー。非評価者に対する全体的な印象または何か一つの印象から個々の特性を同じように評価する傾向のことですね。次に、対比誤差。 自分の能力を基準にして評価する傾向のこと。えー、次に論理誤差ですね。評価する段階で自分の論理を持ち込み、関連がありそうな評価要素に同一または類似した評価をしてしまう傾向のことですね。で、最後です。逆算化傾向と言います。全体評価から逆算して評価を作り上げる傾向のことですね。 この7つですね。まあ、全部、あのー、はい、重要なんですけれども、特にですね、真ん中にあるハロー効果ですね。これ結構有名なんでね、えー、ちょっと覚えておいてくださいね。10番です。職場内で具体的な仕事を通じて指導教育するもの、エルダー制度の故障を何と言うでしょうか。OJT ですね。オンザ・ジョブ・トレーニング。 と言います。職場内での研修のことですね。では、職場を張られて、業務の遂行の過程外で行われる研修のことを何と言うでしょうか。オフ JT と言います。オフザ・ジョブ・トレーニングと言います。11番です。職場内外での職員の自主的な自己啓発活動を職場として認知し、時間面、経済面での援助や、 施設の提供などを行うものです。自己啓発援助制度の略を何と言うでしょうか ?SDS と言います。セルフディベロップメントシステムの略ですね。自己啓発援助制度ですね。SDS と言います。12番です。労使関係の規定について見ていきたいと思います。 労働条件などについて、労働組合と使用者との間で合意し、書面にしたものを何と言うでしょうか。労働協約ですね。では、労働時間、休憩時間、休日、休暇、賃金などの働く上で必要となる事項を使用者が定めたものを何と言うでしょうか。就業規則と言います。 13番です。使用者と個々の労働者との間で結ぶものを何というでしょうか労働契約ですね。では、就業規則を作成変更した場合に、労働基準監督署に届け出る義務があるのは、常時何人以上の労働者を使用するの使用者でしょうか常時10人以上。 ですね。えー、これ覚えておいてくださいね。えー、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成や変更した場合に、えー、労働基準監督署に届け出る義務があるということですね。14番です。子供を養育するための休業を何というでしょうか。育児休業と言います。 では、不傷疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、要介護状態にある家族を介護するための休業を何と言うでしょうか介護休業と言います。15番です。小学校就学前の子の病気や怪我の看護。 または予防接種や健康診断を受けさせるために与えられる休暇を何と言うでしょうかこの看護休暇と言います。では、育児・介護休業については何という法律に規定されているでしょうか育児・介護休業法ですね、えー。正式名称ですが、育児休業、介護休業等、 育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律というものですね。ちょっと長いですね。16番です。えー、ハラスメント用語について見ていきたいと思います。労働者の意に反する性的な言動が行われ、仕事を遂行する上で不利益を与えたり、就業環境を悪化させたりするものは何でしょうかセクシャルハラスメントですね。 えー、男性から女性、女性から男性、同性に対するものも含むんですね。えー、女性がまあ男性からされるものだけではないということを、これも押さえておいてくださいね。17番です。職務上の地位や職場内の優位性を背景に、業務上適正な範囲を超えて、精神的、肉体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為を何と言うでしょうか パワーハラスメントですね。パワーハラと言われるものですね。えー、米印ですが、上司が部下に行うものだけでなく、先輩、後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対してなども含むんですね。これ押さえておいてください。18番です。妊娠出産したこと、育児のための制度を利用したことなどを理由とする、上司や同僚などによる宗教環境を害する行為を 何と言うでしょうかマタニティハラスメントと言いますね。これ最近よく聞きますね。マタニティハラスメントです。では各種ハラスメントへの対策として事業主が防止対策を講ずるべき対象は誰でしょうか非正規労働者、パートタイム労働者、契約社員などを含む事業主が雇用する労働者のすべて ですね。これもですね、試験に出やすいところです。まあ、いく、あの、いくつもハラスメントっていうのはあるんですが、えー、事業主が防止対策を講る、講ずるべき対象は、えー、雇用する労働者のすべてということ、そして非正規労働者をもちろん含みますよということですね。このあたりは、あの、試験に出やすいんでね、覚えておいてくださいね。19番です。 職場における労働者の安全と健康を確保すると同時に、職場環境の形成を促進するために、何という法律において何の実施を規定されているでしょうか労働安全衛生法において、健康診断や、メンタルヘルスケアの実施が規定されているということになります。 20番です。労働安全衛生の確保のため、衛生委員会を設置しなければならないのは、常時何人以上の労働者を使用する場合でしょうか常時50人以上ですね。これも最近ですね、試験に出やすいと思われます。 まあ、衛生委員会というのを、まあ、労働安全衛生の関係上設置しなければならないんですが、それの条件として、一つの事業所でなんですが、常時50人以上の労働者を使用する場合は、衛生委員会が必要となります。では、事業者は時間外休日労働が一定時間以上で、疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合には、何を行う義務が あるでしょうか。医師による面接指導ですね。えー、それを行う義務があるということになります。はい、えー、今回ですね、試験追い込み対策として、福祉事業所の管理、運営を取り上げています。試験に出る重要キーワードを一問一答でギュギュッと二十問にしています。え、サービスマネジメントや苦情処理、職員のメンタルヘルスなどについて、 解説をしております。結構ですね、今回深掘りしておりますんでね、ハラスメント関係なども結構やってますので、かなり重要なところばかりを集めています。はい、えー、何度も何度も繰り返し動画を見て聞いて覚えてくださいね。聞き流し、ながら聞きで OK ですのでね、生活のちょっとした隙間時間や空いた時間、通勤・通学の時間、 朝、えー、起きてすぐのね、30分とか、夜寝る前の30分とかを有効活用して毎日、えー、やってですね、しっかりと、えー、知識を身につけてください。はい、えー、社会福祉の試験追い込み対策動画、まだまだ上げていきますので、よろしくお願いします。以上です。